こんにちは、つちのこです。さあ、サンムーンまでね、だいぶもうね、発売日近くなってきました。でね、僕ポケモンね、アルファサファイアだけ昔ね、動画に投稿しながらやったんですけど、あれが初めての本編のね、ポケモンだったんですよ。なので、かなりポケモンのことまだまだ知らないということで、中古でちょっとね、昔のポケモン、まあ、DS 時代からのポケモンを、買ってみました。で、全部ね、自分で一からやりたかったんですけど、なかなかね、時間がないので、購入したソフトのね、データなんかをちょっとね、みんなと見ていこうかななんて思います。で、まずはポケットモンスターパールですね。DS 版で一番最初のポケモンだと思います。じゃあやっていきましょう。おお、すげえ、懐かしい世代、やってる人は懐かしい音楽じゃないかな。ちょっと見たい。ゲームフリーク、ゲーフリ。パールはパルキアだよね、多分。パルキアとかいてくれるんでしょうか。うわ、かっこいい音楽。ちょっと聞きたい。うわー、ちょっとじゃあ進ませてもらっちゃおうかな。懐かしいだろうね、やってた人は。僕は今初めて、初見です。行きましょう。おーし、かっけーした。パルキアなってるじゃん。そっからだからね、僕。なので、かなりね、ちょっと紹介にもアラが出ると思いますが、あ、416時間やってますね。アラがあると思いますが、これからね、ダイヤモンド、そしてプラチナも、見ていこうと思うんで、もっとね、ここを紹介した方がいいってあったらですね、よかったらコメントでね、教えてください。次のね、ダイヤモンドやプラチナでね、紹介していこうかななんて思います。さあ、やってみましょう。 BTS からスタート。あ、なんか日記が出るんだね。ポケッチカンパニーを後にした。ボックスを使った。もしかしたらあれだね、サンムーンで送っちゃってるかもしれないね、ポケモンは。すげえ日記があるな。よし、さあ、どこだこれ。下の表示は何なんだろう。やべえ、わかんねえ。これはどこなんでしょうね。さあ、ちょっと手持ちポケモン見てみましょう。手持ちポケモンは、あ、不思議花、ルギア、レクーザ、スイクン、エンペルト。あ、結構強めのポケモンいますね。御三家は不思議花で行ったのかな。いや違う、不思議花はダイヤモンドパールじゃないよね。不思議花戦闘なんだ。ちょっと見てみよう。育て屋夫婦からもらった。へえ、まだそんなにでも強くなさそうだけど、育て中なのかな。ルギアは空を飛ぶ要因ですね。あ、ルック、みんな空を飛ぶ覚えてる。スイクも波乗り、滝登り。レクーザ何持ってんだろう。眠る神速激凛空を飛ぶと。なるほどなるほど、激凛強いもんね。2回激凛するんじゃなかったっけ。その後動けなくなるんだよね。さあ、ちょっとボックス見てみようか、パソコンで。わっ、いいポケモンと。いいポケモンとっていいな。アズマ王、これいいポケモンなの。卵もあるわ。ウリム、かわいい。ネイティオ、ウリムを結構厳選してるのかな。交換いい。これは交換いい。なんか可愛いな。交換していいポケモンたちってことだね。交換要員たち。お、バクーダ。メガバクーダも今はいるもんね。あら、アブソルもいいの。鉄砲を、チェリム、オドシシ。そして、交換病。交換病ってなんだ、交換用みたいな。交換したってことかな。タテトプス。あのタテトプス、オムナイト、プテラ、オムナイト、リリーラ。お、結構いろいろしっかり整理してあるな。関東、上都。お、関東と上都地方のポケモンがまとめてある。あら、メタモン、かわいいね。ジゴン、ニドキング、グランブル、ペルシアン、トゲピー、ハッサムもいるよ。デンリュ、かわいいな。キリンちゃんみたい、デンリュ。お、急行も美しい。スターミープクリン、ラフレシア、ライチュウ、ヘルガー、ニョロボン、ガラガラと。そして宝円地方、ポアルン。僕ポアルン手持ち入れてたな、アルファサファイアで。
ライボルトルナトン。おー、ボスゴドラ、なんか強そうなのがいっぱいいる。ボーマンダかっこいい。ドラゴン飛行、メガボーマンダもすげえ強いよね。テッカにフライゴン、そして神王、かなり集めてるな。ピンプク、グレッグル、ドラピオン、ビークン、ヨノワール。ヨノワールとかポケトルと全然違う形が。お、ロズレイドかっこよくてか強いよね。素早さも速いし。ユキメノコちゃん、そしてエルレイド。エルレイドこんなにね細いと思わなかった僕。マンム、マニューラ、ポリゴン Z。 首離れてんじゃんポリゴン Z。 お、ジバコイルにもしてある。ジバコイル何覚えてんだろう。10万ボルトとかソニックブーム、電磁波、スパーク、マグネットボーン。スパークか。ダイノズ、グライオン、グレイシャ、いいポケモンいっぱいいるな。レントラー、ミノマダム、ムーマーチ、ディフィア、ディフィアとグレイシャ、 EV 系だね。コレクション、お、ラプラス、メガニウム。この卵なんだろう。お、バシャーモもいるよ。いいな。公園地方からやってきた、連れてきたんだね。オオカザルにラグラージ、オーダイル、カメックス、御三家系結構連れてきてるな。不思議花もいたもんね。関東地方からやってきた。うわ、いらおいいらんじゃないよ。水五郎いらんじゃないよ。かわいいじゃん水五郎。なんでこんなにいらんちょっと笑えるな。なんでいらんなの。やばい、ちょっと壺にはまっちゃった。いるでしょ。あ、もしかして厳選して、その厳選でいらなくなったポケモンってことなのかな。水五郎ってでもあれじゃない、御三家じゃないの。御三家っていっぱい連れてこれるのかな。産ませたってこと卵。みんなあれか、卵から帰ったんだ。なるほど、結構こうガチ厳選してるってことなのかな。僕まだね厳選についていまいちよく分かってません。すげえ。あ、これまた交換 E が来たね。コイキング、コイキングにウッパー、かわいい。サマヨール、ヨマワル、サマヨールだよね。ピチュー、ラプラス、ミスチュー、ディグダ、ドードー、イシツブテ、ウソハチ、タマザラシ、ケムッソ、ブルードーミラ、ドータくん、ミミロルト。交換無理。お、交換無理ってことはここ一番ポケモンってことだよね。不思議だね。マネネかわいい。メタモン、メタモンいっぱいいるね。なかなかいいメタモンなのかな。お、218番道路で、これ野生のポケモンだね。野生のポケモン。変身、シードフレア、エネジーボール、 アルマセラピー。ほほー。お、そしてピカチュウもいるよ。白竜、メリープ、これは大事なポケモンなんだね。お、レベル100。この2人は何だろう、一緒に連れて行った仲間なのかな。サイドン、レベル53の時に出会った。なるほど、これも野生のポケモンだね。アームハンマー、地震、地震強いよね。そしてコダック、コダックそのままでレベル100だけど。大湿原で出会った、ちょっぴり見えっぱり、湿り気、思念の頭突き、ど忘れ、ハイドロポンプ、自己暗示。なかなか強いな。ちょっとこだわりかもね、コダックで。コダックを しっかり育ててんのは。シルバー用、あ、もしかしてシルバーに移動させたのかな。やっぱり強いポケモンたちは。ワニノコ、ツボツボドーブル、抜けに、やる気者、マグマラシ、不思議だね。おお、すげえいっぱいいるな。あ、ポッチャマもいる。人影、ゼニガメ、ポッチャマ、御三家すげえ連れてきてんじゃん。ヒコザル、クチート、あ、いいな、そうなの。ヒンバス、ミロカロス、わー、美しいミロカロス、かっこいいな。ドンファン、アメモース、エネココロ、ダーティング、いいね、いい、いいポケモンたち。ラグラージ、いいね、ラグラージ強そう。
水五郎がこれになったんだね、多分厳選して。あれ、宝円町からやってきたドードリオ、ライボルト強いのばっかりだ。あ、でもここ若シャモだね、さっきバシャーモがいたのに。アゲハント、オオスバメ、ナックラ、グラエナ、サングース、リザード、メタグラス、キナカか。そしてお伝説サンダードンカラ、ドンカラス伝説だっけ、ちょっと待って、ドンカラス伝説じゃないでしょ。どうした、ちょっともう いらなくめんどくさくなっちゃったのかな、整理すんの。そういう爆風、爆風も伝説じゃない。伝説じゃないぞ。ボーマンダ、ボーマンダも伝説じゃないよね、もう伝説っぽいレベルの強さだけど。これは鳳凰は伝説だな、かっこいい、いいね。お、さらにまた伝説がら、伝説伝説にもう伝説じゃないのがいっぱいいるよ。フィオネ、あ、フィオネいっぱいいるね。フィオネってあれじゃないの、普通に会えるの、なんか配信系ポケモンじゃないのかな、そうでもないみたいだね。210、あ、卵が帰ったのか、卵で増やしたんだ。あ、そういやなんか聞いたことあるな、フィオネは卵で増やせるけど、もう一人の幻はと増やせないんだよね、確か。ちょっと名前忘れちゃった、どう忘れしちゃった。わー、卵で返してる、いっぱい。こういうのもいい交換要因なのかもしれないね。そして海洋画、海洋画は持ってきたのかな、宝円町からやってきた、おっちょこちょい。冷凍ビーム強いよね。さらにもうまた伝説がある。電気ロトム、これ電気ゴースト、電気ロトムですな。森の洋館、森の洋館ってあれじゃん、あのお化け屋敷でしょ。そこら辺はちょっと調べた、お化け屋敷でロトムたくさん捕まえてる。またフィオネがここにもいるよ、鬼ドリル。お、これは伝説ですね、ゴキブリヒードラン。ハードマウンテンで出会った、お、これはこのゲームの中で捕まえてるっぽい。あら、ホエル王でけえ、ホエル王でけえな、フィオネ、ライチュー。さあ、また交換 E が来たね、カラナクシア、ピカチュウ。あら、メスの姿、おお、もうこの時点で尻尾がハートになったり尖ったりしてるんだ、オスメスでね。オクタン、ラッキー、ビリリ玉、ピッピー、沼クロウ、いいなあ。アグノムいるじゃん、こっち幻いるじゃん、本当に交換いいの、アグノム交換して。サンドパン、ジザリガー、ゴースト、オクタン、パッチル、カメックス、ラルトス、カメックスも OK にしてるんだ、ゴーリキーもいいじゃんね。そして、あ、まだまだいる、交換いい、鉄砲を残っち、あ、残っちいた。僕一応土の子っていう名前でやってるんでね、残っちいいな、残っち。でもなかなかね、シングルバトルとかで活躍してる人いない、活躍することないよね、残念。昼寝をよくする、何でもよく食べる、天の恵み、ノーマルタイプだもんね、ノーマルって結構きついよな、抜群が全然取れないもんね、弱点はあんまりないけど。カバルドン、ギャラドス、お、ギャラドスもいる。不安定、マグカルゴ、モルフォン、マスキッパ、マスキッパこんな感じなんだ、下ポケトルは頭だけだからね、僕はポケトル勢ですから。お、サンダーもいいの、サンダー、そういや2人いた、関東地、あ、もう連れてきたんだ、さっき。あ、ハガネイル、かっこいいぜ。ラッタ、毒ゲイル、コロボウシ、色違いとかいるかな、もしかしたら僕見逃しちゃってるかもしれないね。有名なポケモンはだいたい色違いもわかるんだけど、ちょっと僕は知らないポケモンだとよくわかんない。伝説卵、ドサイドン、カイリュウ、お、カイリュウもいる、ドラゴンタイプ、ドラゴン飛行、育て屋夫婦の卵で帰った、なるほど。激凛、破壊光線、波乗り、破壊光線はなんか最近は使えなくなっちゃったみたいだね、動けないしね。
フィオネ、またフィオ、フィオネ山ほどいるな。お、ルカリオかっこいい。ルカリオもゲンからもらった卵ということは、卵をもらったのかな、交換したってこと、それともゲーム内で出てくるのかな。あ、で一周したかな、いいポケモンと。なるほど、殿堂入りはどういうポケモンで行ったんだろう。おちょっと待って、あ、やっぱりあれだ、強いポケモンたちは送ったのかな。あ、すげえ殿堂入りしてるなんかいろいろ楽しく殿堂入り何遍もしてるな。エンペルトとか使ったり、お、アルセウスもいる。アルセウスとか多分送ったんだろうね、いなくなってたもん。メタモンとか、おお、すげえ。ちょっと量が多すぎるので割愛しちゃおう。ミュウツーもいたね。さあちょっとレポートも見てみよう。ポケモン図鑑422匹。おお、プレイ時間、プレイ時間もね417だもんね。対戦とかもしてるのかな。ここで見れるんだね。殿堂入りは2007年で、通信回数が162、そして通信対戦は、ほとんど負けてますね勝ち1回負け8回。そして通信交換、ほとんど通信交換でポケモンをたくさんゲットしたってことか。うわー、僕も通信やってみたいけど、こうやって負けちゃうもんな。僕も相当負けると思う、多分最初はね。まずはタイプ相性を本当にバッチリ覚えないとね。そして特性やね、持ち物まで考えられるようになったら、多分ねちょっとは戦えるようになると思います。やっぱり通信対戦で厳しいんだな。はい、とりあえずね今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ちょっとねどこを見たらいいかまだまだ分かんなくて、ポケモンボックスのね、今回は紹介をしてみました。なかなか面白くて、ポケモンいいとかね、まあ、これは送ってもいいとか、いいポケモンだよとか、いらないポケモンだよとか、なかなかね見ていくだけでも面白かったです。見る感じなんか御三家系のポケモンを育てるのが好きだったのかな。集めたりね育てたりするのが。水五郎がいっぱいいたのにはすごいびっくりしたな。ということで次回の中古ポケモンはポケットモンスターダイヤモンド紹介していきたいと思います。それじゃあよかったらね、また次も見てください。つちのこでした。